はい、皆さんこんにちは、吉田のゆまさです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。ブログなんですけどもね、シーサーブログの、作成ですね。はい。ブログ、登録ですね、アカウントの登録などいろいろした後にですね、じゃあいよいよブログを作ろうということで、いろいろやってるんですけどもね、具体的にちょっとやってみたいと思いますね。はい、私のブログ、1、2、3、4、5個ありますね。シーサーブログ。吉田のりますのお願いだから語らせてください。吉田のりますの漫画やアニメで号泣する準備はできています。吉田のりますの人生で大切なことをすべて言葉が教えてくれた。吉田のりますの、そろそろ英会話がはいかがでしょうか。で、最近作ったやつですね。吉田のりますの、誰か今、王子様って言った？はい。これを作ってみましょう。これパシッ。この、プラスのところですね。ピッと押すとマイナスになりますね。そして、新規投稿とか、記事一覧とかですね。デザインとか、いろいろあるわけですね。これ、いろいろ変えられることができます。じゃ、試しにですね、ちょっと新規投稿の前にデザインをですね、変えてみましょうかね。バシン。これいろいろです。簡単にですね、カスタマイズができるというね、形になっておりますね。はい。ですね、デザイン。はい。例えばですね、吉野里美さんの、今誰か王女様って言った、これはですね、ビジネスのですね、ブログですので、あんまりですね、全然関係ないですね。この女の子が出てきたりとかしてもですね、ちょっと違うんじゃないのみたいなね、逆に違うんじゃないのを狙うっていうのもね、ありますけれどもね。とりあえずね、どうしましょうかね。まあ、これは練習なのでですね、何でもいいんですけれども、どうしましょうかね、これね。こういうふざけたやつも結構好きなんですけどね。はい、とりあえずですね、はい、どうしましょうかね。はい、何でもいいと言いながら結構選んでしまいますけれども、じゃあ選んでるとキリがないので、まあちょっとこれいっちゃうか。バシン。これシーサー再構築ロボシーサー、このデザインをブログに追加する、クレイク。吉田のりまさん、誰か今、王子様って言った。これの、テンプレートですね。こちらにします。保存。さあ、どうなるでしょうか。というか、追加したテンプレートを見ますと使用する。そうですね。はい。さあ、元の画面にね、戻りました。はい。ということで、こちらの方がですね、デザインを追加しましたと、ありますので、多分ね、ちゃんとなってるのかなというふうに思います。ということで、ブログを見るをちょっと見てみましょうね。ブログを見る。ちょっと時間が、かかっております。さあ、来ましたですね。再構築ロボットシーサー、バシッ、出ましたね。はい。こういう形でどんどん変えられます。カスタマイズはですね、シーサーブログ結構すぐパッパッパとね、いろんなものができる。そして先ほどあったデザインの中以外もですね、なんか、なんか写真を選ぶのもね、あったりするみたいなです。ちょっとそのあたりは、まだね、やっておりません。はい。こういう形になりますね。はい。実際ですね、じゃあブログをね、作ってみましょうかね。はい。じゃあ、戻りますね。一回消すか。バシッ。シーサー。戻る。ブログを見る。ブログ一覧。ブログ作成ですね。はい。ブログ作成しちゃいましたね。ブログ元からゼロから作る形ですね。はい。新規投稿してみましょうかね。ブログ一覧見ましょうか。はい、ブログ一番ですね。はい、先ほどですね、吉田のりますの、今、誰か今、王子様って言った、これがですね、まだこのマイナスのままですよね。はい。このままで結構でございます。で、新規投稿しましょう。バシッ。はい、まず、こちらの、タイトルですね。タイトル何でもいいですね。これ練習ですからね。はい。タイトルですね。そうしましたらば、実は練習。はい。いきましょう。で、日記ですね。はい。で、カテゴリーの追加。特にですね。タグの追加もいいかな。タグ、いいでしょう。まあ、プラクティスとかでもいいとか。プラクティス。
確定です。タグの追加。もう一個入れるか。ブログ。ちなみに、プラクティスってのはね、練習という意味です。ブログ。はい。まあ本当だって、例えばここは、例えばね、チーズケーキの作り方とか書くじゃないですか。そしたらですね、タグはですね、ね、ケーキとかね、デザートとかスイーツとかね、言ってどん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 タグをですね、YouTube のね、タグと一緒ですね、関連するね、ワードの、あんな感じでですね、どんどん追加できるという形でございますね。はい。ではね、本文いよいよ行ってみましょうか。はい。本日は、本日は、晴天なり、違った。なんで変なの？まあ、いいや、違った。雨でした。はい。でですね、使い方いろいろあります。例えばですね、この顔のマーク、フェイスのマークありますね。これをですね、この雨でした。ここのとこにカーソルがある状態でですね、クリックします。バシッ。いろんな絵が出ますよね。これはですね、この絵はですね、選べることができる。選ぶことができるですね。チューズすることができます。そして、動くやつは動くんですよね。なかなか楽しい、ものでございます。あ、雨でした。なんで、悲しい顔。ね、悲しい顔をして、で、どうしましょうかね。なんか、それなりのマークがございますかね。これにしようか。バシ、汗。ね。これをやります。はい。そうするとどうなるか。そうするとどうなるか。これをですね、プレビューで見てみましょう。バシ。さあ、時間かかってます。あ、出た。プレビュー。これはプレビューですね。ほら、出ましたね。ご覧になっていただきたいと思います。本日は晴天なり、雨でした。汗が動いてますね。素晴らしい。こんな感じでございますね。はい。で、ちょっとね、プレビュー消してみて、でした、と。ね、いうことですよね。はい。そして行をちょっと変えてみてですね。あとですね、いろいろできるんですね。例えば、YouTube ありますね。この YouTube のですね、動画を貼り付けるなんてこともね、できるわけですね。はい。そして、はい。あとはですね、はい。この、これだったかな。A。こうしましょう。そうするとですね、アフィリエイトというのができます。アフィリエイトというので、まあ、後でまたね、どっかの動画でやりますけども、簡単に言うとですね、自分のブログとかにですね、広告的なものをですね、貼り付けることができると。そして広告を、誰かがですね、クリックして見ていただいて、その商品、例えば本だったら本をね、買っていただければ自分にですね、5% とかですね、8% とかですね、その商品によりますが、サービスによりますが、報酬をいただけるというね、ことになるわけです。それがアフィリエイトですね。Amazon ね、とか楽天とかいろいろありますね。さあ、そこでですね、さっき雨なんで、まあ、じゃあ傘。傘？いや、雨でやってみるか。雨。雨。雨になっちゃったね、これ。雨。ということで、一括入力ね、これ、してみましょう。さあ、どんなものが出るか。と言ってるうちにちょっと時間がなくなってしまいました。クイック、ハリアップ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 。雨。ハリアップ。プリーズ、プリーズ、ハリアップ。さあ、時間がない。時間がない。ちょっとですね、これは。あ、そうか。一括によるこれ時間かかるんだったな、そういえば。アマゾンだけにすればあったかな。あ、出た。出ました。はい。いろいろ出ましたね。はい。雨に関してのですね。いろんなもの。Amazon では 131,578 アイテムみたいなね。こう、いろいろ出るわけです。で、それをですね、ちょっと時間がなくなっちゃったんですけれどもね。いろいろですね。ちょっと変なところをしちゃいましたね。まあ、リンクとか画像を貼り付けることができるということでございます。とりあえず今日は以上です。